どうも、ハコンバンチはウエスタン木村です。今日はですね、愛楽優越のバレンタリアですね、イベントが新しくやってきたので、そのガチャですね、引いてみようと思います。今回は前半戦ですね、ルペルカーリアと BP、そして、ヨイチですね、が狙い目となっております。どうなることやら。ではですね、楽しんで引いてみようかなと思います。では行きましょう。さあね、どうなるやら。優勝ガシャ一発目、たこい。さあどうだ。さあさあどう。あらら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 。うーん、おっと、あーでも残念。一発目は残念でした。そして優勝ガシャは引けなくなるということで、無料に行きましょうかね。では無料ガシャ20連目参ります。無料ガシャは10連目か。はい、行きましょう。さあどうだ。ミッドウェイは来ず。お、金は揃ってる、金は揃ってる。さあどうだ。オートミッドウェイ、ですね。さあどうだ。さあ30年目いきます。どうだ。ミッドウェイがやってきて、さあこれはよし。お、虹が来た、虹が来ました、ありがとうございます。虹がやってまいりました。さあどうだ。おっと、天才を呼ぶ。できる限りの幸せをプレゼントするわ。ありがとうございます、ピーピー、ありがとうございます。さあ続いてはどうだ。たかが娘のいたずらでしょ、照れてんじゃないわよ、僕は父上。やりましたよ、イチ、ありがとうございます。限定2つゲットです。トリート、いたずら好きな魔女が愛しのダーリーを迎えに来たわ。さあ今夜は少女たちの夜に付き合ってもらうわよ。その変なところない？そならいいけど、その顔お父さんっぽくないからやめた方がいいわよ。ありがとうございます。動画的にはね、全く面白くないかもしれないですけどね。ああよかった。どうしよっかな。ルペルカーリアは後半で、共通だから後半でいいかなとは思うんで、今回はこれで終わろうと思います。ちょっとね、個人的にはものすごいバンザーイバンザーイなんですけど、動画的にはどうかなっていう感じですね。申し訳ありません。でもですね、今回のガチャは終わろうと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかのね動画でお会いいたしましょう。次は後半ですね。ではラサバタイ。
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスバタイ。